やっぱりもう金は永遠に降ってくると思ってたし、もう体も元気、怪我なんかせずにもうずっとできるというふうにやっぱ勘違いしてるから、お金の使い方も良くなかったし、まず未来展望としてまた少年野球やりたいとかない、ないんですか、もう一回。あるよ、あるんですか。あるよ、それにきちんと作ってくれよ。俺が GG さんね、やられてますもんね。アカデミー、少年野球はアカデミーですよ、野球教室がやってるわけなんで、まあ、チームじゃないんで。監督やりたいんだけどな。え、どのクラスだ、小学生、中学生、どこでも。小学生がいいかな。高校もど、高校はどうですか。高校や、本当は高校野球やりたいんだけど、ランザム高校野球とか見てみたいですけどね。誘いがないんだよ、取ってくれない。高校作るしかないですね。 GG 作ってくれ。GG 高校、 GG 高校、だんだん高校やってほしいな。外国人もミックスして英語も学べる高校野球じゃないですか。ああ、はい、だんだん高校はないですよね。ぶっちゃけ情熱はそこにはあるよ。あるんですか。ある。本当にあります。やりたい。なんでやりたいんですか。思いはどういう思いなんですか。俺はどっちかってこう組織に反抗するタイプじゃないかな。知ってますね。知ってます。で、何をしたいかっていうと、まずそのやっぱ高校野球っていう野球をやっぱり正しく、その試合勝つことも大事だけども、やっぱ怪我しない、でこれが将来職業になるような選手がいれば職業を選んでもらいたいし、はい、で野球の素晴らしさとか面白さとか、そういうのやっぱもっともっとこう出していきたい。なんかこう型に決められたやり方だけじゃなくて、でやっぱり若いこの生徒を社会に出た時にやっぱり正々堂々と生きていけるような教育的なことがやりたいな、高校生って一番こう中学校高校ってこう迷うじゃない、はい、人生、就職するのか野球やるのか、俺はいろんなこと悩んでるし社会出たくないとか、まあ、そういうところでこうなんか良きアドバイザーとしてやってあげたいなと、その辺の年代の子になんかいい影響を与えたらね、面白いですよね。その面白いとはもっと伸びると思う、いやダンさんみたいな指導者必要とされてると思います。全然されてないと思う。いやなんかだからダンさんの子は知られてないんじゃないですか。 YouTube もっと上げましょう。そうです。 JJ、はい、俺のエージェントやってくれ。そこのね、もうセルフプロモーションは本当に、いやダンさんは絶対そうやってほしいな。いや、それはちょっと楽しみな話聞きましたね、今日は。じゃあ任せる。任せる。俺それも弱い高校がいい。エリアはどこですか。え、どこでもバット1本持ってどこでも行く。千葉でもいいですか。千葉でも、もう北海道のどこでもいいよ。千葉あんの。いや、わからないですけど、千葉とかね、成田空港も近いんで、来やすいのかなとか。なんで飛行機で帰るの。いやいや、飛行機で帰ったり。外国人呼んだりしたいんで、はい、面白いですね。何年か前に、大阪の高校にドミニカの子を2人入れたんで、はい、4年、5年前かな、で、3年彼たちやって、今大学行ってもう今年で終わるんだけど、ドミニカの若い子を育成してっていうこともやってたんだけど、コロナってダメになっちゃって、で彼たちも英語じゃない、日本もペラペラになったし、ドミニカで高校も行けないような話だったんで、それがこう日本来て高校野球で受け入れてくれた高校があって、はい、そこの監督もよく面倒見てくれて、だからそういうプログラムもやりたいし、そういうのが日本人とミックスの高校いいですよね。絶対いいから、サッカーとかね、駅伝とかは結構外国人選手いるのに、野球もね、あんまり野球はあんまりないですよ ね、はい、そういうのも変えたいんだよね、なんかこうカラーから、なんかやっぱり野球って国際的なスポーツだから、もっと国際的にしてさやんないといけないと思うんだよ。変に強いからじゃないですか、国際的に見て日本の野球が。あ、でもいいじゃない、強いから、あんまり予想、なんか他の情報を欲しがらないというか、十分強いから学ぶ必要はないですよっていうのがちょっとあるような気がしますけど、ね、変にちょっと強いんで、ニュースで見たんですけど、スアレス選手とか一回日本に来て向こうに帰るとなんか伸びるから、日本の指導法っていいんじゃないかって見直されてるんですか、メジャーとかでも。
うん、なんかそれもそれはうちのクライアントなの。あ、そうなの、うん、で、彼は20歳まで野球やってなかった。あ、そうなんですか。うん、あの建築現場でコンクリート叩いてた。本当ですか。で、もともと若い時は少しやってたんだけど、はい、お兄さんメジャーに行ったピッチャーだから。あ、そうなんですか。でも全然野球ダメでサッカーやってて、うん、で、あるオフシーズンに兄貴が帰ってきてキャッチボールさせたらすげえ球あるから、うん、で、テストさせたら95マイルぐらい投げて、で、メキシコのチームが契約してソフトバンクに出て。あ、そうなんですか。で、ソフトバンクに22歳ぐらいから来たのかな。で、ちょうどそのルール的に6年以上の25歳以上ということで、うん、去年アメリカへ、うん、今年行って大活躍した。大活躍だね。で、今もう一人日本へ、その若い22歳の子で160キロ近く投げる子がいるんだけど、それをやっぱり日本のプロ野球に入れたくて、うん、でこっちで育てて、でこっちで多少活躍したら向こう行ってもいいかな、うん、そのパターンもありですよね、これから。絶対あるだろ、はい、いや、逆にこのドミニカとかベネズエラ16歳ぐらいの選手がマイナーポーンって来るじゃないですか。日本人だったらそれは無理なんですか。例えば中学卒業した子がもうアメリカ行っちゃうっていうのは。それは反対なの。あ、そっちは反対なんですか。うん、それ飲んでます。やっぱり教育されないとダメじゃない、終わった後に。現役終わった後ですか。現役は、はい、16歳でプロ入りました、うん、20歳でクビになりました。何が残るんだ。ないです。そうするとどんな仕事があるかって言ったらもう何もないじゃん、うん、だったらちゃんと高校出て、はい、できれば大学まで行って卒業してからプロ行ったって遅くない。あ、なんかそっち派、そういう派ですか。そんな早く行く必要はないっていうプロに、うん、しっかり学んであれで人格形成してから行った方がいいみたいな感じですよね、うん、だってプロ行ったって遅くなかったでしょ。26で入ったんで、うん、セーブライオンズ、うん、もう全然遅くなかったです。遅くないでしょ、はい、18でさ、プロ入って25でクビになってたらそっちの方がちょっと人生としては良くないですね、うん、で、大学出てません、うん、高卒ですって言ったらさ、前は僕、大学卒業して23で行ったんで、でゴロゴロルーキーリーグってもう16歳とか、うん、もう17歳いっぱいあるじゃないですか。わ、こんな若い子アメリカに来てんだと思って、うん、そこびっくりしました。そこから何人メジャー行った。いや、ほとんど行ってないですね。ああ、うん、ってことはさ、野球で飯食っていくっていかに大変かって、うんうん、だから俺はどっちかって言ったらもう大学行ったり高校行ったりして行かした方が。そっか、遅くない派ですね、しっかり、うん、18歳のドミニカの子、スペイン語しか喋れないと会社で採用するか、はい、日米両方喋れるバイリンガルの大学出た子を採用するかとか、どっちと会社の副社長としてやっぱりね、学んできた両方喋る方がいいですよね、やっぱり、ね、なる、うん、そうするとそういう武器をさ、子供たちに与えたらいい、生きる武器をですね、これからも、うん、だから GG の武器は言葉は喋れないんだけど、外国で3年暮らしたとか4年暮らしたっていうのは武器だよね、経験だから、うん、これがやっぱりいろんなものに生きてくるし、うん、プロ野球でもいました、で活躍は知らない人はいるかもしれないけども、セリフ何年やった、うん、オリンピックにも出ました、何々しましたっていう、これがやっぱり武器じゃない、うん、生きてくる、うん、過去の経歴じゃないんで、それを武器にしていかないといけない、うんうん、そのダンさんみたいに野球終わった後のいかにも武器を持たせるか、現役の時とかにで考えてくれる人いないですよ、日本に、まあ、プロ野球も申し訳ないですけど、やっぱ選手もお互いして、もう使える選手は使って、ダメなら、まあ、ポイスって、まあ、それはプロの世界なんでしょうけど、まあ、メジャーもそうだよ、まあ、そうですよね、でもそこまでセカンドキャリアと終わったのを心配してくれる指導者がいないんで、はい、貴重です、そういう考えの方は本当に、うん、苦しい、野球終わったと辛い、苦しいんじゃないよ。だから俺はそういう経験したから、ヤクルトクビになって、ね、大学2年で中退して、はい、アメリカ行ったけど仕事はない、ほんと車の中の生活をやって、こういう時期だよ、うん、ホームレス、うん、ホームレスやってた、
ないの、学歴ないとさ、雇ってくれないの。終わった後もどう生きたらいいのかっていうのを聞きたいんですよ、ダンさんに。本当に野球選手、そので引退試合してくれて一生分の金を稼げる選手なんていうのは本当もう数パーセントじゃないですか。たださ入るのも難しいのに、ほとんどの選手は夢破れて野球界から去っていくわけじゃないですか。それとどうやったらいいのかなっていう、それをさ、まず彼たちがプロ入る前に分かってるかどうか、そこが大事だと。それを分かってでプロに入るんだったら準備できると思う。もう俺みたく、もう俺は野村監督のホームラン記録出すんだ、はい、ベーブ・ルースなら俺打ったよそんなのって言ってプロ入りました、現実と違いました、うん、はい、クビになりました、あれ俺のあの700本のホームランどこ行ったんだろう仕事ねえよみたいな終わってからは僕も思うんですけど、入った時は思うでしょ。それができると思うんですよね。思うでしょ。三冠を取ってどうぞみたいな、まあ、みんな思ってるやつ、全員思ってる。それ言ってあげても響かないんですよ、芸人の時って。僕 SNS は言うんですけど、なるべく伝えてあげたいなと思うんですけど、やっぱ彼らに響き、やっぱり言うのは夢のこうなってるのかわからないですけど、クビになるわけないと思っちゃってるんで、みんな、うん、いや今日は永遠にできる、もう自分も思ってましたし、だからそれはもうプロ入る前、中学校高校の時からもやっぱりやっていかないと、うんうん、有頂天になっちゃう、うんうん、でもドラフト1位なんだったらこうだろ、周り。そうす、もうなんか浮いちゃってるからね、うん、俺はもう来年新人王ですとか言っちゃってるやつ言っちゃってますね、まあ、本当かよみたいな、はい、前に教えた方がいいですよね。でもね、なしくも響かねえんだよな。俺ヤクルト入った時に大量ファイルズのドラフト1位、名前はあえて言わないけど、はい、400勝超えますって言ったらね。そうなんですか。高校生、いや、分かる、皆さん超えると400勝超えますってはっきり言ったらね、おそらく一勝もしてないと思う、うん、だからマスコミは喜ぶ、うん、喜ぶわね、そうですね、視聴率は上がる、上がりますね。あとどうでもいいや、彼たちの視聴率しか考えない、うん、それはもう現役の時にセカンドキャリアのこともイメージしながらやった方がいいってことですか。それをしなくていいと思うんだけど、プロ入る前に自分がちゃんとその武器を備えてるかどうか、ダメだった時のことを、じゃあ俺は20年やって3冠を取って、でもし取れなかった時はこういう仕事を考えておかなきゃいけないなっていう心、気持ちを準備して入れば怖くないわけ、怪我も思い切ってプレーできる、ダメだった時は俺はこっち行く、うん、保険を意識して、保険をかけておくというかね。そうだ、うん、ネガティブシンキングは大事なの、うん、本当。そのままいけば、もうそれはラッキーもいいですよね。そうそうそう、はい、うん、ダメな方をちょっと考えとか、考えとかないと、うん、ダメになる確率の方が高いんだ、圧倒的に高いです、はい、はっ、い、てなっちゃいますもんね、その時にね、準備しないとね、うん、急にできなくなっちゃったんで、うんうん、GG さんはそういう選挙会とかになったらどうしようとかっていうのを考えてました。いや、僕も考えてなかったですよ。やっぱりもう金は永遠に降ってくると思ってたし、もう体も元気、怪我なんかせずにずっとできるっていうふうに勘違いしてるから、お金の使い方も良くなかったし、うん、いい勉強になったね。いや、それでいいんだ、もっと早くね知りたかったなと思いますよね。でもただ響、その時言われても響いてたかどうかわからないですよね、うん、もう乗っちゃう、自分のもう調子もいいし、人のうるさいうるさい、ないよ俺JT さんとだからね感じになっちゃってるんで、そこはもうそうじゃないか、成功しない世界でもあるんですよね、うん、優しすぎてもね、大事なこともある、うんうん、でも備えた上で、あ、俺は JT さんとだって言えばいいんだ。そうですね、うんうん、大丈夫、俺これダメになっても次歌手だから、うん、その辺はね、やっぱ現役の、ね、近くにいる人が教えてあげた方がいいですよね、やっぱりね、うん、現役のラグビー選手にも知ってほしい、うん、で大丈夫。気持ちいい。最後大丈夫。全然大丈夫。はい。ダンサーですよ。やだよ。ダンサーの誰なんですか。何だろうそれ。これ誰かがやってるじゃないの。いやオリジナルです。オリジナルです。誰の？僕です。違うよ。あれ北島康介。あれは超気持ちいいでしょ。超気持ちいい。超気持ちいい。あれ僕もっと早く借りてますから。
気持ちいい、はい、誰かの真似を取ってる？取ってないです。絶対取ってない。誰だよ。完全にします。完全に、まあ、ミキティとかよくありますけど、ミキティみたいな。あ、まあ、それをこうなんか考えて。いや、もう中学高校ぐらいからずっと来ましたもん、気持ちいいって。本当に。へえ、聞いてないな。今日で言うのやめます。言ってください。ロッカールーム見てください。気持ちいい。気持ちいい。